ケネルです。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。日本でも映画が好きな人、ひとりちゃんでございます。知識の話に上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ヘラヘラして、まあ、真ん中でこんな風に喋って初めてなんで。ヘラヘラして。ちゃんとしましょう。ちょっと、ね、ちょっと恥ずかしくなっちゃいますけども。あれですか。ということで、まあ、ゲスト、まず大島くん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。たまにお邪魔してます。そして、佐々木会長。どうも。みんな見てくれてありがとうね。違うやつだ。それは余計のせやつね。 そうだね。ありがとうね。はい、ありがとうね。まあ、なんでこのメンツなのかということで、はい、この前にちょっと僕の方でミニシアターね、はい、ちょっとついて、まあ、存在意義とか守っていく理由とかをちょっと語る会をやったんですけど、堀さんと松井さんのやつ。そうです。はいはいはい、見ました。ありがとうございます。はいはい、そしたら早々にですね、関わる機会がありまして、はい、で今日はこれについてちょっと語っていきたいんですけど、語るっていうか説明していきたいんですけど、はいはい、会長から説明してもらったらいいですか。そうですか。会長に来てもらってますし、ね、我々は一応呼び出された形ですから、はい、そうですね、はい、ビッグボスにビッグボスにそう、ということで今日はそのビッグボス、はい、佐々木会長が、はい、まあ、ちょっといろいろあるということで、はい、何をやるのか、はい、ちょっと説明していただいていいですか。まあ、皆さん知っていただいてる方もいらっしゃるかと思いますが、私全高連という全国のですね映画館を中心とした組合の会長を仰せつかっておりまして、はい、今年のテーマはハッシュタグミニシアターへ行こうと、はいはい、いうテーマを掲げております。で、まあ、今年はですね、はい、今申し上げたとおり、全国連としてはミニシアター、を支援する一年にしていきたい、はい、うん、まあ、まずミニシアターっていうのはそのいわゆるシネコンとは別の、そうですね、その結構独立的な営業形態でやっている、はい、まあ、割と小規模な全国にある映画館。そうです、一応、はい、1箇所4スクリーン以下というのを定義はしてるんですけど、まあ、別にそれにこだわらずということではあるんですが、はい、大きな問題としてですね、 DLP デジタル映写機ですね、デジタル映写機が機材の更新時期が来てる、たまたまミニシアターにいっぱい存在していて、うん、まあ、それの更新をどうするかという問題が非常に今ミニシアターの経営に大きく立ち塞がっているという、はい、でアンケート等を取りますとですね、やっぱりこの問題で2割3割のミニシアターが閉館を検討しているということもありまして、もう本当に日本の映画館にとって大きな損失ですし、2割3割の映画館が閉館を検討している。そうなんですよ。すごいことですよね。新しいね、才能の出口といいましょうか、その見せる場所としてのミニシアターって非常に重要ですし、まあ、例えば新海誠さんもそうだし、うん、はい、まあ、上田慎一郎さんもそうだし、はい、みんなそうです。是枝さん、はい、全部ミニシアターの映画からスタートした方たちですから、ね、はい、その才能が今この世の中になかったとしたらですね、かける映画ないよねって話になりますね。シネコンでヒットしてる映画もなかったかもしれない。そういうことです。そういうことです。それで2割3割映画が減っちゃうってなったら結構なことですもんね。だからもう本当に日本文化の存在にとって非常にミニシアターでの存在が大きいんで、うんうん、コロナの時監督さんとかが有志で立ち上げたミニシアターエイド基金っていうのがあって、はい、コロナみんな厳しかったですよね。そうですね、あの時はね、うん、もうその映画館だけじゃなくて、で、まあ、そういった文化とか、まあ、みんなからのそういった基金で守るっていうのが、うん、前にあって、まあ、結構これは話題になりましたよね、はいはい、それとは別に今回のことっていうのはあって、うん、はい、そうですね、うん、当時はやっぱコロナ禍っていう、 こう世の中の人も理解しやすい話題性っていうのがあったから、うん、だいぶこう話題として広がって、うん、ビッタの成果もあったけれども、うん、今回はちょっとそうもいかない部分があるというか、じゃあフィルムの映写機を引っ張り出してきたって、もうほとんど新作でフィルムの映画なんてないですから、うん、デジタルプロジェクターがなければもうそこの映画館は閉館するしかないと。この前の動画でもちょっと話したんですけど、はい、まあ、結構都市型で、まあ、都市の方いっぱいミニシアターとかもあって、まあ、賑わってたりしますするんですけど、逆に言うと地方の方とかだとそこまで賑わってなくても逆にそれがこう生命線っていうか、そのミニシアターがないとその映画見れないみたいなことが、まあ、容易に。いやいやいや、本当そうです。そうですよね。今回のっていうのは一律にみんなそのプロジェクター変えなきゃいけないみたいな時期が来ちゃってるってことですよね。そうですね。ここは結構みんなで なんとか守っていけたらいいなということだと思うんですけど、こう映画館自体でこう事情がこう違うから、はい、まま、ミニシアターエイド基金の時は結構一律にみんなで分配しようみたいな話だったと思うんですけど、うん、なんか今回はあの映画館自体でこう個別にクラウドファンディングを立てていって、うん、自分の応援した映画館をこう応援していこうというスタイルらしいんですけど、合ってますか。そうですね。だから、はい、そのインフラとしてはその全国連とご協力いただいてる、
会社さんで、作りますんで、はい、そういう形でクラファン立ち上げたいんだっていうような映画館には、そのインフラを使っていただいてクラファンをしていただく。で、クラファンって別にじゃあ箱を作ったらそれでおしまいかっていう話は当然なくて、はい、まあ、知っていただくことも必要だし、皆様に応援していただくことがもちろん一番大事な話なんで、そこで大島さん柿沼さんをはじめとするインフルエンサーの方々を一人一人応援大使といいますか応援アンバサダーになっていただいて、まあ、なっていただくという活動を行いたいと。なるほど。今回のもそうですけど、結構ずっと結構厳しい状況がまあ続いてるから、うん、まあ、こういったクラウドファンディングっていうのは、まあ、一個の機会にして、やっぱみんなでね、行く流れとか文化とか、もっと知ってもらうっていうのが、まあ、長期的には一番大事なことってことですよね。そうなんですよね。はい、だからまあ、かつては、ミニシアターブームっていうのがあって、シネマライズさんでやってたトレインスポッティングとか、二、はい、人には少し世代が。ギリギリです。シネマライズギリギリ滑り込みぐらいです。うん、行ってた。行ってました。めっちゃ行ってた。中高時代とかにめっちゃ行ってたけど、うん、大学入ったぐらいで、なくなっちゃいましたね。そういう素晴らしい映画に触れる機会っていうのは西谷さんに必ずあるし、うん、これを守っていかなくちゃいけないっていう思いは今非常に強く思ってますね、うん、フィルム上映からこうデジタルに移行して、うんうん、そのデジタルのものをこう買い替えなきゃいけないタイミングが今こう時期的にこう来てしまっているということが、割とその具体的なその金額としてどのぐらい大変なのかっていうことって、なんか我々含めこう一般人にはすごくイメージしづらい部分もあると思ってて、でその経営のその手腕の問題だろうっていうふうに思われてしまうと、それはちょっと問題の矮小化なんじゃないかなとも思っていて、いや割と結構きついぐらいの金額が宿命的にのしかかってきてるんだよっていう話はちょっとそうですね、補足説明いただきたいかもしれない、はい、まずじゃあなんで今そのいっぺんにそれが押し寄せてきてるのか、その各映画館で個別に違うのにっていうのがあるんですが、その十数年前にそのフィルムからデジタルへという一大変換があって、もうほぼ一斉に全世界の映画館がフィルムをやめてデジタルになったんです。それはなぜかというと、そのフィルムっていうのは皆さんあんまりピンとこないかもしれないけど、昔こうフィルムあってね、あれ一巻分作るのに40万とか30万とかかかるんですよ。一、うん、個のものを作る。一巻でその上映するフィルムのために3000スクリーンとか同時にやると、はい、かなりの額。ものすごい額になるな。ちょっと算数できないぐらいな。まあただデジタルにすればそれ配信もできるし、はい、そのいわゆるフィジカルなデリバリーでもハードディスクを、はい、送ればいいし、はい、っていうことで。で、ついては、まあ、そのさっき言ったように30万、40万かかるから、うん、1本かけたら、バーチャルプリントフィーっていうんですけどね、バーチャルプリントフィーで、お金を補助しましょう。あるいはそのリースの中でお金をその分負担しましょうっていうことがあって、それで工業会社は、比較的少ない金額で、デジタル映写機を入れることができた。それが十数年前の話。当然フィルムの映写機って昔で言うと本当50年、60年使えたんですけど、十数年前の映写機はやっぱりもう、だんだん使えなくなってる、うんうん、で今そこの同時に入れた映写機がもう一斉にその時期を迎えてるってことなんですね。だから今の時期にみんな入れ替えなくちゃいけないし、うん、はい、プロジェクターとサーバー足すと、数百万の後半ぐらいの金額、数百万の後半という言ってんだかどうだか言ってんだか、でも規模としてはそのぐらいのがかかるというのが、シネコンだったら割とこうガッとこう大きな資本でなんとかできたりするかもしれないけど、うん、それを一個の映画館がやりくりしてる中でやんなきゃいけないと思うんですよね。そうですね。シネコンだと、じゃあ例えばうちだって100何十スクリーンあれば、そうか、それはそれで順繰り順繰りに入れ替えることもできる。なるほど、確かに。なるほど。具体的な金額としても結構これでね、うん、その自分の近所のまあ徒歩圏内とか自転車圏内で行ける劇場に数百万の後半がのしかかっていると想像すると結構恐ろしいことだよなっていうのは具体的にイメージ湧くんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい。いやでもやっぱりさっき会長おっしゃったみたいな、その次の才能を、本当にそうなんです、出す場所だから。でもさ、それこそトレインスポッティングとかさ、うん、自分たちが映画、じゃあ物心ついて、映画とか、はい、見てみようとか言って、ツタヤとか通い始めた頃なんて、もうすでにあったし、意外ともう当たり前にある、あるっていうか、なんだろうな、話題でみんなが好きな映画みたいに存在してたものが、実はそのミニシアターブームとかがあって、
意外とそういう志高くこれを取り上げてね、うん、広めていこうっていう映画館とかがあって、うん、そういった流れの中で、うん、実は残ってる映画もいっぱいあるっていうことですよね。もちろんもちろん全部が全部シネコンから走ってるわけじゃないですよ、うん、シネコン文化が当たり前だった時代は別にどっちかというと後からですから、かなり最近ですよね、はい、うん、それこそお二人にとっては生まれた時からあるような映画が制作されなかったことはないかもしれないけど、じゃあ日本にどういう形で伝わって、トレインスポッティング、こんなにもみんなに愛されてる映画になってたのかっていうと、そういうことを考えるとすごく恐ろしい話だなと思います。まあそうですね。定着しなかった可能性もあるし、うん、その継承されなかった可能性もあるしっていうことが、我々の次の世代の人たちに通じる映画のあるあるがすごく少なくなる可能性もあるっていうか、映画っていう文化自体がまずすごい本当は重要とか強いじゃないですか、うん、まあ例えば今だったらアニメとか漫画もすごい文化として日本で盛り上がってますけど、うん、まあ、漫画家さんとかもとんでもなく映画見てますもんね。見てますね。まず映画見ろって言われるらしいんで、結局そのいろんな文化あってなんかこう消えゆくものがいらないものではないっていうのはなんかやっぱり常にこう再確認して、それが土台にあって今売れてる文化もいっぱいあるから、なんかやっぱここは全部つながってる、つながってる、はい、はい、今回あれですよね、だからまあそのただ単にクラウドファンディングでまあそのあのこうなん皆さんにご協力いただくっていうだけじゃなくて、今回ハッシュタグミニシアター行こうっていうことだから、うん、このミニシアターをまあみんなでこう行ったよとか、うん、行った記録とかもみんなでどんどん協力集して、いい流れをね、これを機に作っていけたらっていうことだと思うんですけど。そうなんですよ、はい、だから僕も早速自分の個人アカウントでミニシアターの前で踊ってみたっていう資料を出しよう、はい、あれミニシアターの前なんですね。いやまだ助走段階だからなるほど、ガンダムの前でミニシアターの前ででも絵と2を間違えて別の、そうそうそう、ハッシュタグミニシアター絵以降の呼びかけを担当してるのにミニシアター2以降っていうの助詞を間違えてます。直してます。直します。これも気をつけないとね。まあまあそうですね。一、ね、個のこう、一、はい、個にガッとなった方がいいですからね。まあ、ええ、はい。だからぜひ、その、ハッシュタグで、その、はい、お近くのミニシアター行って、こんなミニシアターあるよっていう紹介で、うん。なんか思い出の写真があったりとか、ここにこう、うん、初デートで行きましたよとか、その時に、実はこの作品今はサブスクで毎回見ちゃってるけど、確かに初めて見たのミニシアターのここだったなとかね、うん、そういくらでも書いていただきたいということですね。そうですね。そうとかも、ここでやってますよとかね、うんうんうん、どんどん発信してね。で、しかも今回、まあたまたま今回僕のチャンネルでこうやって、まあ情報発信させてもらってますけど、必ずしもその僕らがっていうことじゃなくて、ってことですよね。そうそう。それは、はい、ぜひ、近くの映画、この映画館、俺が応援したいんだ、私が応援したいんだって方、大募集。募集してるということで、じゃあこれ参加したいっていう人が、うん、別に我々みたいに YouTuber じゃなくても、うん、俳優さんとか。もちろんもちろん。ね、もう全然誰でも、あの、こう。タレントさん、アイドルさん、みんな、はい。いや、なれるということで、はい、まあ、ぜひ、もし、あの、なんか協力したいっていう方がいたら、もう有志で、うん、一緒に参加して、はい、ミニシアターを盛り上げていこうって、まあ、そういう企画。らしいです。素晴らしい。素晴らしい。はい、ハッシュタグミニシアターへ行こうの、まあ、概要とか、まあ、はい、多分その時にはホームページとかが、まあ、概要欄の方にも貼ってありますので、身近な映画館とか参加してるかなとか、そういった情報もそこから確認できます。うん、はい。集約されてます。はい。はい。で、さらにもっと言うと、あの、うちの映画館も参加したいっていう方は、クラウドファンディングを立ち上げるサポートをしてくれるってことですよね。はい。っていうことらしいので、まあ、正直いろんな映画館ね、いろんな人が経験してますから、はい、ちょっとクラウドファンディングとかよくわかんないよっていう方も、得意不得意あるから、はい、はい、こういうのね、うん、もし興味があったら、もう劇場の人も、うん、お客さんもね、ぜひ見てみてください。はい。はい、皆様お力を貸していただきたいです。まずはこの動画を拡散していただいて、はい、そうですね。こういう取り組みあるよというのを、一人でも多くの方に知っていただいて、はい、こちらの運動を活発化していきたいと思います。これからもお二人、ご協力のことよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちゃんとしてるツートップ。はい、はい。じゃあまた何かしらの動きとかあれば発信していきたいと思います。はい。はい、で今日はありがとうございます。ありがとうございました。